ある小物を使って例えば洗濯バサミですね、海の中だったら魚のように見立てることができます。小物を置くときは偶数よりも奇数の方がバランスがいいので、大体中心から外に向かってかけていくと綺麗にシワが伸びます。これを手首に巻きつけるんです。赤ちゃんにカメラが落ちないように、はい、で、まあ、椅子の上に登っていきます。で、高いところから手を伸ばしてハートの真ん中真上にカメラが来るように。で、この時にカメラを見すぎちゃうと赤ちゃんの方にこう意識がいってないので、声をかけながらやると結構見てくれ、笑ってくれたりします。赤ちゃんと一緒に世界でたった一つの物語を作りませんか？お待ちしています。